1947年7月8日、マック・ブラゼルという名前の地元の牧場主が、ロズウェルの北西にある彼の所有地で瓦礫を発見しました。ブラゼルは彼の発見を地元の保安官に報告し、保安官はロズウェル・アーミー・エアフィールド・ラフに連絡を取った。1947年7月9日、ラフは牧場からフライングディスクを回収したというプレスリリースを発行しました。このニュースは急速に広まり、地球外生命体の可能性について幅広い関心と憶測を巻き起こしました。しかし、翌日、ラフは2回目のプレスリリースを発行し、回収された物体は、実際には空飛ぶ円盤ではなく気象観測気球であると述べました。それにもかかわらず、多くの人々は政府が回収されたオブジェクトの本質を隠蔽していると信じ続けました。事件後の数年間、破片の回収、または調査に関与したと主張し、物体が実際には地球外起源であると主張する個人によって多数の主張がなされました。これらの主張は、回収されたオブジェクトが気象観測気球であると主張した米国政府と軍によって懐疑的に受け止められました。その後の数十年間で、ロズウェル事件は歴史上最も有名で、物議を醸した UFO イベントの一つとなり、この件に関する多数の本、記事、ドキュメンタリーが作成されました。公式の説明にもかかわらず、多くの人々は、政府がロズウェル事件の本質を隠蔽しており、回収された物体は地球外の宇宙船であったと信じています。ロズウェル事件は UFO 学者や懐疑的な研究者の間で依然として議論の的となっていることは注目に値します。米国政府と軍がエイリアンの宇宙船の回収を隠蔽したと信じている人もいれば、この事件は誤解に過ぎないと考える人もいます。気象観測気球の